アズドルバル・ホセ・カブレラは、ベネズエラのアンソアテギ州プエルトラ・クルス出身の、プロ野球選手、ウト・リョーダ。現在は、フリーエージェント。愛称は、チキティーン。A 級ウィスコンシン時代2002年8月26日に、シアトル・マリナーズと契約して、プロ入り。2004年、参加の A-9、エヴァレット・アクアソックスで、プロデビュー。 63試合に出場して打率、272、5本類が41打点、7盗塁を記録した。2005年は AQ ウィスコンシンティンバーラトラーズと AQ インランドエンパイアシックス・ティシクサーズでプレー後、8月31日にトリプル AQ タコマレイニアーズへ昇格。トリプル AQ タコマでは6試合に出場した。二千六年はトリプル AQ タコマでプレーし、 60試合に出場して、打率、236,3本塁打、22打点、7盗塁を記録した。2006年6月30日に、エデュアルド・ペレスとのトレードで、クリーブランド・インディアンスへ移籍した。移籍後は、参加のトリプル A 級、バッファロー・バイソンズでプレイし、52試合に出場して、打率、263,1本塁打、14打点、 ト盗ルを記録した。2007年は、招待選手として、インディアンスのスプリングトレーニングに参加したが、3月16日に、AA 級、アクロンエアロズへ降格し、そのまま開幕を迎えた。イースタンリーグのオールスターに選出後、7月30日に、トリプ AA 級バッファローへ昇格した。8月7日に、インディアンスとメジャー契約を結んで、アクティブロースター入りし、 8月8日のシカゴホワイトソックス戦でメジャーデビュー。二塁種として先発出場したが、サンダースームアンダ一死休一得点に終わった。8月11日のニューヨークヤンキース戦ではマイクムッシーナから二塁打を放ち、メジャー初アンダを記録。8月18日のタンパベイデビルレイズ戦ではジェイソン・ハメルからメジャー初本塁打を放った。カブレラは、 本来遊撃手であったが、この年は不審のジョシュバーフィールドに代わって、小児類種の座に就くことになった。この年メジャーは45試合に出場して打率、283、3本塁打、22打点を記録した。試合終盤では力を発揮し、7回以降の打率は、375を記録した。また幸運のお守りとして、妻が作った白いビーズのネックレスを身につけていた。 2008年2月28日にインディアンスと1年契約に合意、5月12日のトロントブルージェイズ戦、ダブルヘッダー第2試合でメジャー史上14人目となる無補殺未栄殺を達成した。5回表の守備でライルオーバーベイのライナーを補給し1置し、2塁を踏み2塁走者のケビン・メンチがホースアウトになりにし、さらに飛び出した1塁走者のマルコス・クータロー。 タッチアウトにシュエサツを完成させた。開幕後52試合に出場していたが、打率184と結果を残せず、6月9日にトリプル A 級バッファローへ降格した。7月18日に再昇格。9月19日のデトロイトタイガース戦で7回表に起こった乱闘騒ぎに加わったため、十二日に MLB 機構から三試合の出場停止処分を 受けた。この年は114試合に出場して打率、259、6本類打、47打点、4盗塁を記録した。2009年3月10日にインディアンスと1年契約に合意した。開幕から二類手として起用され、5月から遊撃手へ転向した。6月2日のミネソタツインズ戦で、走塁中、野手と衝突して肩を痛め、 翌3日に15日間の故障者リスト入りした。6月28日に復帰した。8月には月間打率370という成績を残した。この年は131試合に出場して打率308、6本類打、68打点、17盗塁を記録した。ファンからの投票で強打者を選出するハンクアーロン賞に インディアンスからの候補としても選ばれている。2010年は遊撃手として開幕から33試合に出場していたが、5月17日のタンパベイレーズ戦で左前腕も負傷し、翌18日に15日間の故障者リスト入りした。同日に手術を行い、5月19日に60日間の故障者リストへ移動。7月20日に復帰した。 この年は故障の影響で97試合の出場にとどまり、打率276、3本塁打、29打点、6盗塁だった。クリーブランド・インディアンス時代2011年1月17日に、インディアンスと202万5000ドルの1年契約に合意した。7月には自身初となるオールスターに選出された。オールスターでは、 ファン投票で選出されたデレクジーターが故障で欠場したため先発メンバー入りした。この年は自己最多の百五十一試合に出場。打率二百七十三二十五本塁打九十二打点十七盗塁と結果を残しシルバースラッガー賞を受賞した。二千十二年一月に四百五十五万ドルの一年契約に合意し四月四日にインディアンスと 総額1650万ドルの2年契約を結んだ。7月には2年連続でオールスターに選出された。この年は136試合に出場して打率、270、16本塁打、68打点、9盗塁を記録した。2013年はシーズン開幕前の3月に開催された第3回、ワールドベースボールクラシックのベネズエラ代表に選出された。 シーズンでは開幕から五十三試合に出場していたが六月四日に十五日間の故障者リスト入りし二十六日に復帰したこの年は百三十六試合に出場して打率二百四十二十四本塁打六十四打点9盗塁を記録した二千十四年は九十七試合に出場して打率二百四十六九本塁打四十打点 7盗塁を記録した。ワシントンナショナルズ時代2014年7月31日に、ザック・ウォルターズとのトレードで、ワシントンナショナルズへ移籍した。ナショナルズには、声優劇種のヤンデズモンドが在籍していたため、二類種へ転向ナショナルズでは49試合に出場して打率。229、5本類が、21打点、3盗塁を記録した。 シーズン全体では146試合に出場し、打率こそ2年連続で、240台にとどまったが、いずれも4年連続となる2桁本塁打と60打点のラインをクリアした。また、3シーズンぶりに2桁盗塁にも達した。オフの10月30日に FA となった。2015年1月10日に、レイズと750万ドルの1年契約を結んだ。 同年は5月9日のテキサスレンジャーズ戦では、二塁、走者だったカブレラは二塁への牽制に対してスライディングし政府だったが、この際に二塁以だったアダム・ロサレスが膝で塁を塞いでいたため、これに激高しロサレスの胸を両手で押した。これに、両軍奏での一触即発の場面となったが事態が収まった後に、ベース上でロサレスがカブレラに謝罪しことなきを得た。同年は、 声優劇手として起用され、143試合に出場して、規定打席に到達。打率、265、15本類五58打点という打撃成績をマークし、強打の遊劇手として安定感を見せた。一方で守備力の低さも相変わらずで、失策こそ9つと一桁に止めたが、DRS7 であり、4年連続でマイナスの数値だった。 オフの11月2日に FA となった。2015年12月10日に2年1850万ドルでニューヨークメッツと契約した。2016年は141試合に出場して、打率280、23本類打、62打点、5盗塁という成績を記録した。打率は2009年以来の高水準、本類打は5年ぶりの20本超え、 他に二塁打も30本を放った。遊撃守備は135試合で守りについて7、失策、守備率986、98 DRS-7、ザー -4.2 を記録した。2018年7月27日にフランクリンキロメトのトレードでフィラデルフィアフィリーズへ移籍した。オフの10月29日に FA となった。 2019年1月24日に、レンジャーズと1年350万ドルの契約を結んだ。レンジャーズでは3類種として起用されていたが、8月1日に DF となり、3日に FA となった。ワールドチャンピオンとして、ホワイトハウスを訪問した時のカブレラ2019年8月6日に、ナショナルズとメジャー契約を結んだ。後はとして起用され、 成績も残したことで、正二類種になっていった。ポストシーズンでは、ハウィー・ケンドリックが活躍したことで、出場機会が減っていったが、NLDS で2打点を挙げた。ワールドシリーズでは、全試合に出場して、第2戦で3打点を挙げるなどの活躍を見せて、球団史上初の優勝に貢献した。オフの10月31日に、FA となった。 2020年1月8日にナショナルズと250万ドルの単年契約で再契約を結んだ。オフの10月28日に FA となった。2019年4月にアメリカ市民権を取得している。ありがとうございます。